皆さんもディープラーニングという言葉を聞いたことがあると思います。ディープラーニングは人間の脳を模擬するニューラルネットワーク、その技術を使いまして今まで人間しかできなかった知的な判断をコンピューターで実現しようという技術です。この技術を使いまして今までその実現が難しいと言われていた人工知能、これは AI とも言われますが、それが実現できる可能性が見えてまいりました。例えば自動車の自動運転や、または囲碁の世界チャンピオンにコンピューターが勝つなんていうことが実現しております。人工知能によりまして、人間は仕事がなくなってしまうんではないか、しかしながら人類は以前産業革命によって仕事がなくなるのではないかと言われておりましたが、人類は仕事を失ったのでしょうか。むしろ健康で文化的な仕事が増えて、より人類にとっては明るい未来となりました。私はこの人工知能の技術も人類の仕事を奪うのではなく、人類をより明るい未来に導き、新しいステージに導くに違いないと思っております。我々はこの技術を使いまして、機械の動作音から機械が正常に動いているか、それとも異常なのかを判断する仕事をコンピューターで行わせようということを研究しております。人間の匠はその音を聞いて機械が異常であるという判断が下せるわけですが、それをコンピューターで行わせようという研究であります。そしてすでに人間の能力とほぼ同じレベルのものが実現しております。皆さんもこの未来につながる新しい技術にぜひ興味を持ってください。